日高六郎は、日本の社会学者。進歩的文化人の一人である。英文学者、日高八郎の二位。中国の陳太郎市に生まれる。東京高等学校を経て、1941年、東京帝国大学文学部社会学科卒業。小高国夫の教え子。陸軍に招集されるが、肺炎のため4ヶ月で除隊。 その後、東京帝国大学文学部上手になり、1944年の秋から海軍技術研究所の職託として、政治情勢の調査研究に携わっている。戦後は、東京大学新聞研究所助教授になり、文学部社会学科の兼任を経て、1960年に新聞研究所教授となる。ベトナム戦争に反対し、 脱走米兵を援助する運動に参加して、自宅で脱走兵をかくまった。1969年には、東大紛争での機動隊導入に抗議して、東京大学教授を辞職。1971年に突発した。また、1968年2月金嬉しい老事件の、蔡、鈴木道彦や中野義夫、中島美奈夫、宇野十吉らと共に、 銀座東急ホテルで、金山へという呼びかけで始まる文章を取りまとめて、後日文化人、弁護士5人がその文章を吹き込んだテープを持って、金嬉しいおいを尋ね会見した。1974年日高が帰国中に妻が、フランス警察に、日本赤軍との関係を疑われ、取り調べを受ける。容疑は、晴れて釈放されたが、フランス政府は1989年まで、 日高夫妻に長期滞在ビザを発給しなかった。1976年に思想の科学研究会で交流のある鶴見俊介の勧めで京都聖火短期大学教授に就任する。1981年1月から10月までの予定でオーストラリアの大学から客員教授として招かれたが出国直前にオーストラリア政府から ビザの発給を拒否されたことがあった。1989年に、フランスの自宅に戻る。2006年日本に帰国。中部大学教授、神奈川人権センター理事長を歴任。2018年6月7日、京都市左京区の有料老人ホームで、老衰のため死去。101歳没。谷川岩は後輩。日高によると、 1945年の4月から5月の間に海軍技術研究所から自局の現状について率直かつ自由に書く課題を与えられた。課題提出前の報告会で世界の情勢は脱植民地、民主主義に向かっており、敗戦後のアジア情勢を考えた場合、無条件降伏を要求される前に朝鮮の独立。 台湾の中国返還を約束し、中国や東南アジアから日本軍は撤退して連合国によるアジアの最植民地化を牽制するべきと主張したところ同席していた平泉清氏に議論の進め方が広告精神から出発せず世界の大勢から解き起こしている。それは広告精神の否定以外の何者でもないと言われ、議論に全く賛成できないと。 全面的に否定され、現状を打開する道は、国体の本義に徹する以外にないと叱責された。課題は7月に国策転換に関する所見として提出したが、8月12日に議権から呼び出しを受け、海軍の意見と全く異なるという理由で、解職された、とされている。小高国夫によると、日高は小高と共に議権に食卓で勤務し、戦中は、 沿線思想の研究、戦争末期は、ソ連と中国共産党を仲介に戦争を終結させる計画に参加した。講和によって戦争終結を早める提言を共同で提出したところ、最高顧問に厳しく非難され、それに反論した日高は、翌日議権を首になった、とされている。国際交流基金の援助で、 1981年の1月から10月まで、オーストラリアのメルボルンのラトローブ大学とモナシュ大学に客員教授として招聘されていたが、日本政府から旅券は発給されたにもかかわらず、出発直前になって、オーストラリア政府から日高夫妻のビザの発給を拒否された。原因は、1974年にパリの日高夫妻の邸宅で、 日本赤軍のメンバーが会議を開いたという噂があり、それに関与した疑いで夫人がフランス警察に取り調べられたことによる。後日疑いは晴れて釈放された。日高が日本に帰国中の出来事だった。1981年7月28日付のジョン・メナデューによる日高宛ての書簡では入国拒否の理由は日本赤軍との関係であると説明されていた。 1981年12月2日のオーストラリアン紙に掲載されたインタビューで、イアン・マクフィーは、黒田水尾が、日高氏を入国させることはありえないことだと述べたと語った。このビザ発給拒否問題については、日豪両国の多数の知識人から政府に抗議があり、日高本人には2年半後、妻には5年半後に、ビザは発給された。 日高が理事長を務めていた社団法人神奈川人権センターが1997年1月29日に予定されていた三浦商工会議所での新春経済講演会に桜井よし子が講師として招かれることについて同商工会議所に従軍慰安婦問題で差別的発言をしている講師を招くことは参加者にも悪影響を与える。 講師の選択につき再検討の余地があるのではないか、との申し入れ書を27日に送付する。これを受けた、慰安不当の問題に触れない条件で講演を行うとの28日付新聞記事が出るや、同商工会議所に抗議が殺到する。八木秀治によると、前年12月8日の兵庫県張馬町、教育委員会主催による桜井の講演会が、 組織的な電話等で中止に追い込まれた問題は、帰り見られず、三浦商工会議所は、神奈川人権センターの圧力に屈する発行で、講演会の中止を決定した。日高君くんは、思いつきと構想力の天才である。それなのに、まだ自分の仕事らしい仕事を発表していない。思いつきの良さは、とかくジャーナリズムから重宝がられる。それだけに、 社会学プロパーからやや遠ざかつたところで仕事をしている彼に、私は、もう一度社会学に帰れ、と呼びかけたいのだ。福武日高、高橋君のプロフィール、書斎の窓56号、1958年、AB、不法、日高六郎さん101歳イコール社会学者市民、運動リード、ニュースサイト、毎日新聞、毎日新聞社、 2018年6月7日閲覧。ABC 竹内2012、P152、日高六郎2005、p 9日高六郎2005、P141、ABCD 黒川はじめ2012、ピアニッシも22227 2 22、黒川はじめ2012、ピアニッシも126、12 6, 127、竹内、要、革新幻想の戦後史中央抗論新社、 2011年、291ページ。ISBN 9兆7841億243000。黒川はじめ2012。ピアニッシモ、130132。13 ABCD 杉本義し1993。ピアニッシモ、200211。黒川はじめ2012。P66。日高六郎2005。P146。日高六郎2005。 ピアニッシモ、152-157、日高六郎2005、P140、日高六郎2005、P207、小高国夫1958、P16、八木秀次、諸君。1997年5月号竹内2012、P153、竹内2012、P155、AB 林久さ大東答は戦争肯定論番長処防。 1970年 606P 林ふさ応答は戦争肯定論番長処簿1970年 606P 竹内博士革新幻想の戦後史中央公論新社2011年10月 ISBN 978から4から12から004300から 0P326 ありがとうございます